ここで何って考える。でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なもの頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる、俺はまだまだチキンライスでいいや。貧乏って何って考える。へこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかったあの頃、昔話を語り出す時まで貧乏自慢ですかという顔をするやつ、でもあれだけ貧乏だったんだ。せめて自慢ぐらいさせてくれ、最後は笑いに変えるから、今の子供に嫌がられるかな。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥してチキンライス。頼むことなんて今はしなくてもいい、好きなもの何でも頼めるさ。スーパーに湯気が立ち込める向こう、見えた笑顔が今も忘れられない。街は賑やか、お祭り騒ぎ、でかいケーキ持ってこい。でもまあ全部食べきれるサイズのな、赤坂プリンスを押さえとけ。スイートとまでは好きなアイスが